先生、僕のお父さんは肥満で糖尿病なんです。それに、お母さんも炭水化物ばかり食べて、心身ともに元気がないんです。僕は親のようになりたくないから、どうしたらいいでしょうか。それは大変な状況だね。でも、君が自分の健康を考えて、行動しようとしているのは、とても素晴らしいことだよ。糖尿病や肥満の予防には、食事や運動といった生活習慣の見直しが大切だよ。特に、食べ物については、炭水化物や脂質、タンパク質のバランスを考えながら、食事をとることが大切だよ。ありがとうございます。先生の解説はいつもわかりやすくて感激しています。医療に関する先生のわかりやすい解説、もっと多くの人に知ってもらいたいですね。ありがとうございます。実は、私たちの情報を、もっと多くの人に届けるために、YouTube チャンネルを運営しています。もし、この内容が役立つと感じたら、チャンネル登録をおすすめします。登録することで、最新の健康情報や、アドバイスを受け取ることができますよ。それは良いですね。私も今すぐチャンネル登録します。ありがとうございます。糖尿病を改善したり、予防するためには、食生活を見直すことが大切です。でも、僕は炭水化物や甘いものが大好きで、食べることが大好きなんです。ダイエットに成功したことがないし、努力を続けることが苦手なんです。それはわかるよ。食べることは楽しいし、甘いものや好きなものを我慢するのは難しいよね。でも、健康を守るためには、少しずつでも改善していくことが大切だよ。完全に好きなものを我慢するのではなく、摂取量を少し減らしたり、食事のバランスを見直したりしてみよう。また、適度な運動を取り入れることも忘れずにね。でも、僕はラーメンが大好きなんです。それもダメなんですか？ラーメンは塩分や脂質が多いから、毎日食べるのはおすすめできないね。でも、たまに食べる楽しみを完全に奪うつもりはないよ。大切なのは、全体の食生活のバランスだから、ラーメンを食べる日は、他の食事で炭水化物や塩分を控えめにしたり、その日の運動量を増やしたりするといいよ。なるほど、全体のバランスが大事なんですね。それなら、少しずつでも頑張ってみる価値はありそうです。そうだね、一度に全てを変えようとすると、失敗しやすいから、少しずつでも変えていくことが大切だよ。また、食事だけでなく、運動も忘れないでね。体を動かすことで、体内の糖質の消費を促し、血糖値のコントロールに役立つんだ。運動も大切なんですね。でも、どのくらい運動したらいいんでしょうか？毎日の運動は、軽い散歩でも構わないよ。大切なのは続けることだから、無理せずに自分に合った運動を見つけてみてね。また、食事と運動を一緒に考えることで、より効果的に健康管理をすることができるよ。少しずつ続けること。その考え方、気に入りました。これから、食事と運動、両方に気をつけてみます。糖尿病が心配な場合、まずは病院に行って血液検査をしたり、最近受けた健康診断の結果を確認してもらうことをお勧めします。わかりました。ただ、先生、実は私、病院や医師が苦手でしょうがないんです。医師と話すのが怖くて、医師と話すことを想像するだけで動悸がします。そうですか、それは大変ですね。どうすればいいんでしょうね。話しやすい医師に出会えるといいですね。受診する前にホームページや YouTube で医師のことを知っておくと安心できるかもしれません。なるほど、その手がありましたね。まずは病院を受診しようと思います。それは良いことです。早めの対策と治療が健康な未来を築く鍵となります。生活習慣を改善することで健康な体を取り戻すことができますよ。そして YouTube で他の動画もご覧ください。チャンネル登録も忘れないでくださいね。